韓国残り1人、ドイツ2人、イギリスは3人、中心は日本。世界の中心はここだぞ。マイケルがウルミを落とす。さあここで韓国ナイスグレネード、カブハのグレネードでミラクが押します。イギリス残り2人、ドイツは残り1人。いやでも勝てるはず。3対2、ドイツ代表1人潜んでいる。マイケル瀕死、回復する暇与えてしまったか。ただパルスは迫る、ポジションどんどんなくなっていく。高田、いやブレックス、この射線忍びが落ちる。高田抑えられてしまっている。ちょっと厳しくなってきた。ブレックス、このローテーション、なんというプレイだ。センスが落ちる。デップ、あとは1人。1対2対1、デップ抑えた。あとはいける、抑えて、おー、日本代表取ったぞ。ドンカツだ。韓国3人、ドイツ2人、デップが残りますね。これいやドイツの攻撃、いや日本打ち合いになる。デップが赤を捉える。イロニス落とし、ワムワー、デップだ、またデップだ。日本ドンカツ2ラウンド目、本日2ラウンド目で日本代表ドンカツを取りました。よく耐えましたね。とても嬉しいです。で、自分のことを選んでくださった選手の方々、ありがとうございます。そうですね、意識の面では特に今まで通りなんですけども、やはりそのいろんな国から選手が集まって選ばれた方の大会ということで、その日本の力を見せてやりたいっていう気持ちが今大きいです。これまでの国際大会では、そのまだヨーロッパ圏とか、アメリカ圏の方とはまだ対戦をしたことないのであまりわからないのですが、そのアジア圏の中で戦ってみると、やはり中国チームがズバ抜けて強いなっていうふうに考えています。そもなんだろう、フィジカルの面で全然違うなっていうふうに感じていて、あとフィジカルとか連携とかの面がやっぱズバ抜けて、その自分が体感してみて思いましたね。今回はその16カ国からですので、もちろん中国チームも警戒してるんですが、特に警戒してるのは、チームオーストラリアです。そのオーストラリアの今回のメンバーっていうのは結構オールスターのメンバーで、自分自身もそのオーストラリアの選手のファン、その選手じゃなくてファンとして見てるっていうのもありますし、高レベルな選手たちが揃ってるので、オーストラリア代表が自分の中で一番ですね。そうですね、 SNS などで日本の順位が下の方にされてるのに対して、結構不満を持っていて、そこはやっぱり結果で見せてやりたいなっていうふうに自分は思ってますね。あまりその他の国の人たちが言ってることを気にせずに、自分たちのプレーを見せたいというふうに思っています。シェバ選手とは結構チームの歴が長くて、逆に自分はシェバさんが選ばれて安心をしましたね。ルナン選手は、結構昔から自分知ってる PBG で知ってる選手で、フィジカルがとても強い選手だというふうに思っていて、堀井さんはもう昔からずっと PBG の競技シーンで見てきた選手
で、もちろんそのとても強いっていう風に、どちらも強いっていう印象が大きいですね。忍びコーチが今回一緒に来てくださるということで、やはりその前回の経験者っていうのもありまして、結構そのいろんなことを聞いたりアドバイスをもらえることができるので、忍びコーチはとても自分の中ではいいかなと思ってます。まずオフラインが初めてなので、自分としてはずっと昔から、まあ、PBG の選手をしてた時からオフラインで大会に出たいっていうふうに思っていたので、とても光栄です。まあ、自宅でプレーするのと、まあ、会場でプレーするので全然違うことがあって、まあ、例えば観客の方がいたりとか、まあ、自分の隣の席に選手がいたりとか、全く環境が違うと思うんですけど、まあ、今自分が考えているのは、なんかもうまるで家でプレーしているような感じにしたいなっていうふうに思っています。自分の注目してもらいたいとこは、まあ自分は、まあ、自分で言うのもなんですが、日本で、まあ、一番フィジカルがあるというふうに思っているので、まあ、対複数人とかクラッチシーンを、まあ、したいというふうに思っているので、自分の打ち合いを、まあ、特に見てほしいと思っています。まあ、今回の目標は、ウィナーズサイドに入ることですね。もちろんその3年前の順位よりいい順位ということで、自分は左側のページに行きたいです。